アイセルマン、モリチン、TM さん、安幸、ゆくん、赤砂豪さん、龍之介、こんばんは。名前聞いて褒め言葉、和則氏、みとしさん、たっきー、ききさん、おつたるです。暑いよ。ゆりや、あー、ふくてっちゃん、いらっしゃい、こんにちは。ねえ、みやさん、いらっしゃい。みっちーさん、検索おつたるです。いやー、トムさん、こんにちは。ショールームは久々ですかね、多分。ふう、みんな元気だった？ずいぶん配信してたのね。あれね、あのミコライブね。昨日は一日中配信してました。今日はちょっとお家でやることやりながらって感じだったので配信しなかったんだけど、でもミコライブもあと5日かなとかになってきてるよ。おお、300回目の訪問ありがとうございます。ちょっと顔に水蒸気当ててる。あと5日かな、イベント自体は。1回目のイベント。ピッピおつたるです。そう、加湿器的なものに浴びてる。ニキビできた。気持ちいいです。潤ったところで化粧水を入れる。広島の七広さん、いらっしゃい。クロモンさん、おつたるです。久しぶりだ。あー、マックむせた。久しぶりだったね、ありがとう。インスタにも、あ、ツイッターにも載せてくれててね。1月27日これそう、マック。あ、そういえば大抵だったよ。大抵は今日の20時に発表だったかな、情報解禁が。あります。
牛お引越し、あ、マジ見とく、ありがとう。カフもまた自分でツイートするね。今日の20時に大抵が公開されます。よし、ここか、はい、お急にこんにちは。ほっ、ほっ、ほっ、よし。皆さん、グッズは購入くれましたか。ライジンの、あ、そのアップティーの1月27日にアップティーのイベントがあるんですが、でそのアップティーのイベントっていうのはアイドルさんがたくさん出るイベントにライジンガール2023も、出ます。でなんでそれ出るかというと、アップティーかけるライジンがコラボしてまして、今カホが自分で考えたグッズが販売中です。そう、ライジンの R に猫、グッズ見てみてください。バナー出してあります。ライジンかけるアップティのグッズなんか空張りがすごく豊富で、いろんな色あるんですよ。なんか色決めたんだけど、白と黒とかにしたんだけど、ほとんど全部選べるみたい。自分でお得ですね。でそれもね、順位があってさ、イベント中なんですけど、もしまさかの、今6位になっちゃったのかな。今6位になってしまった。5位までがイベントお仕事もらえるんですけど、そう、今6位になってしまったので、皆さんもしよかったらグッズでカフのこと応援してください。悲しすー。なんか良いの道が近いのか遠いのか、 5、6でカフ行ったり来たりしてるんだけど、か6位5位になって、5位からまた6位になってっていう、なかなか良いにならなくてね。目指すは2位なんだけど、グッズ、なかなか厳しいところにいる。目指せは2位。でも頑張りたいので、グッズもたくさんゲットしてね。いっぱいみんなができてくれるの楽しみにしてるね。1月27日シャンプールさん、るん、まさみさん、つたる、もっかいタオルも売ってほしいんですけど、地方民なんでネット販売が嬉しいです。あー、タオル以外だったらあるんだけどね、ネット販売。 T シャツと、あとはね、パーカーかな。 T
シャツじゃダメですか？YK さんこんにちは。可愛い猫のキャラクターになってます。あ、見てくれた、ともさん。ゲットして、もしよかったら今日 T シャツとパーカーが届く。おー、カホは明日や。明日届くから楽しみなんだけど、めちゃくちゃ。おー、 N164 さんこんにちは。くるくるりさん、いらっしゃい。コスケルン、Tシャツとパーカーと、まあマグカップかな、バナー出してあるのでぜひ購入してください。なんかあんまりグッズ出る機会ないので、この機会に、今後ライブとかも増えてくと思うので、グッズ着てきてくれると嬉しいです。ケンさんこんにちは。カホは早く新曲が欲しいです。今カバー曲で、そうやって27日もカバー曲なんだけど、アイドルのみんなはちょっと好きかどうかわかんない、韓国のね、そう曲をカバーしてますよ。なんでこんなところにニキビができてしまったの、もう悲しい。はい、オッケー。ケンさんこんにちは。パーカーと T シャツはもちろんいいけど、タオルも欲しい。タオルね、タオルか、そうね、タオルはね売ってたんだけどね、あのライジンのね会場にしかなかったから、そうね確かに、でもいずれ出てくるんじゃないかな。せっかくねタオルもね、多分さみんな完売してないからさ、タオル多分まだ在庫あると思うんだけどね、だからいずれ多分ネット販売するのかな。ほほほほほ、ケンさんこんにちは。飲み水出ます。ねずこちゃんいらっしゃい。ゲットしてくれたんだ、龍之介はパーカーと T シャツ。本当に本当に本当に5位と、5位は多分5、6で争ってて、5位は5位になるには本当にね、本当に目の前だと思うんだけど、なかなか優位になれない。ジンジン、ねずこちゃん初見です。さつき、今度のサガアリーナでも売ってるかな。あー、どうだろうか。でもやりそうだよね、だってまだ余ってるんですもの。グッズがまだね、タオルはね完売してないから、多分売ると思うよ。分かんない、何とも言えないけど。飛び吉さんこんにちは。チェキもねやると思うんだよね、やると思うとか多分としか言えないんですけど、で眉毛、もう15分配信したの、早い。確かにさ、マグカップじゃなくてタオルにしたらよかったのにね。マグカップどうなんだろう、売れ行き的にはわかりません。
あ、どう？かわいい。早くアイドル活動したいな。曲が欲しい。楽しみ、いろいろ。アイドル活動しないとみんなに会えないから、みんなに会うのが楽しみだよ。カホ、チキン完璧や、完璧完璧。名前聞いて褒め言葉。今日外出てないんだけどさ、外暑いんかな。今室内暖房かけてたらめちゃめちゃ暑い。ごま、ごまちゃんはずっと寝てるし。はい、2度目の方もいらっしゃいませ。だるま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 。なんかさ、久しぶりにカホアバター欲しいな。自分でアバター欲しい。自分のアバター、アバター権獲得したいな。あ、見てなかった。建築を伝える100キラキラありがとう。カズさんこんにちは。期待してます。カホちゃんも来てくれたらチェキ取りたい。嬉しい、ありがとう。チェキ取りましょう。あの、その時に来てきてね、グッズ。森カホが海外でいろんな経験してたのに、そういうことで、あ、本当に？あ、そう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 。今年もいっぱい来たらいいなと思ってる。行くかわかんないけど。行くなら今なんだよ。行くなら今なんだよね。今後忙しくなる可能性もあるから。アイドル活動が忙しいと行けないっていうか、日にちが決めれないので。行くなら今。まさひここんにちは。マックは今誰を応援してるの？マックは今誰を応援してる？なんかコトルリとか応援してたよね。今でもチェケラーバター欲しい人はカホタル配信見に来てるはず。あー、これね。確かに可愛いよね。カホ、あのライニャンはライニャン割と気に入ってて、自分で作ってライニャンのあのアバター欲しいんやけど確かに、あ、それ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 え、これ使われてんのかな今でも、このキャラクターって。可愛くてごめん。あ、そうなんだ。可愛い。え、なんか久しく見てなかったけど、そのアバター。そういえば持ってた。懐かしい。チェキ券変わったからこの羊見る機会は減ってるか。あ、そうなんだ。チェキ券変わっちゃったんだ。でもさ、その羊かわいいよね。誰が考えてくれたのかわかんないけど、めっちゃかわいいよねこれ。がもうライニャンのアバター作りたいな。
来年は著作権はカフォにあるから大丈夫なはず。全グループともチェキ券がアーシャに変わったのよ。ああそうなんだ、全グループ。まあ分かりやすいっちゃ分かりやすい。01はほぼ全域を目に行くグループは10から15ぐらい多いな。式は半年で時期5へ。式ってあかましきちゃん、キャーおたかつー、ラウリーいらっしゃい。わあすごい、式500はすごいなね、すごくない。やばいない眉毛が描けない。でもライジンでもさ、また時期とかやってるからさ、たくさんさみんなが取りに来てくれて嬉しい。こんなアンバー見つけた。おお、それはめっちゃ初期じゃないですか。かわいす。このルームじゃないよね。でもこのルームのアンバーじゃないよね。そういえばあのミコライブしないと、ミコライブしなきゃだ。ちょっと待って、こっちも眉毛かかさせて、かかかかさせてかかさせて、ちょん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 。ゼロイチ安いけん行きやすいもんね。1000円し、自分は最高です。あ、そうなんだ。え、ゼロイチのチキって1000円なの？特典買い？せんだっけ？バンビムーブヨヨヨジャムズキャンチューわからな。あー読めない。はい、現場には大体いる。あ、そうなんだ。あ、1000円なんだ。え、もうちょい高いのかと思ってたよ。撮影会のチェキがちょっと高いのか。特典会のチェキ1000円なんだね。あ、今もまだフーチャーのジュースさん。またマネージャーにあの1月27日のフライヤーめっちゃ吸ってもらったので、しかも撮影会ないんだけど、撮影会にお邪魔して配るだけ配らせてもらいますね。もしいたらもらってください。まだもらってない方、なんかこの前は50枚吸ってもらったんだけど、めちゃくちゃすぐなくなっちゃったので、まあ今回は70枚なんだけど配らせてもらおうかな。よし、なんか書けない、もうなくなっちゃった。早い。あ、アイライフさんか、聞いたことあるっていうか見たことある。撮影会は2000円だね。ライブも2000円でサインありとかしてくれてもいいんだけどねあ、そうなんだまあでも1000円お得だね。確かに特典会でどこも1000円なのかな。なんか01も、あ、間違えました。ライジンも1000円でやってるよ。チェキ。はい、オッケー。
けてきた。ティティルン。1000円だからこそ毎得点回で 2,30 くらい簡単に取る。逆にね、2000円でだったらまあ、まあ5枚ぐらいかなみたいな。でも1000円だからね、そういう作戦かも。あ、よいしょ。 OK。 ぐる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 。みこライブ配信するよ。じゃあみんな、じゃあみこライブ配信しよう。じゃあ皆さん、グッズでもしよければカフのことを応援してください。今ライジングッズバナー出てます。アップティーのその1月27日のアップティーさんとコラボしてます。ライジンカフがデザインしたライニャン T シャツとライジンライアンパーカーとマグカップはカフの顔のデザインが入ってます。と、今後もライブとかいろいろ活動あると思うので、その時にぜひ来てください。もしあのライジンしか知らない行かないよって人は、あのライジンでも大会でもね、たまにチキとかやってるので、その時はそれに着替えて来てくれると嬉しいです。バリサス、そうライジンも1000円でやってるね。そう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 、待ってるよ。次はさが大会だけど。はい、じゃあ今日はこの辺で終わります。あ、グッズ皆さんお願いします。今6位なので、ぜひ5位にカフを上げてください。5位までなんです。このイベントは18日までだから、あと少し頑張らないと。じゃあ終わります。サミさん、ごめん、もう終わる。来てくれてありがとね。今からミコライブに配信するので、まあ、もしよかったらミコライブ来てください。ミコに移動しましょう、みんなで。それもバナー出してありますから、ライジングッズの下にありますので、ぜひ。では終わるよ。順位を読んで、10歳マック、12位ピッピ、11位おしそさん、10位検索、9位みちさん、8位やすゆき、7位たっきー、6位キキ、5位ゆりアップルです。4位かずのり、3位りゅうのすけ、2位ねずこちゃん、9位じんじんでした。お疲れです。バイビー。ミコライブ移動します。